くり飛行機チャンネル。日頃生きていて、ふとした疑問を感じることってあるよな。例えばどんな疑問？砂糖と塩を同時に舐めたら、しょっぱいのか甘いのか。熱湯と氷水を同時に浴びたら、暑いのか寒いのか。車のブレーキとアクセルを同時に踏んだら進むのか止まるのか。あ、鶏が先か卵が先か的な？うん、それはちょっと違う気がするけど。こういうちょっとした知的好奇心が刺激されるような動画も面白そうなんだぜ。そういえば昔そんなテレビ番組があったわね。確かトリビアノイズ。おっとそれ以上はいけない。そうだ今回はそんな相反する操作が一因となった出来事を紹介しよう。というわけで今回リメイクしていくのは、アフリキア航空771便墜落事故についてだぜ。アフリキア航空、その名の通りアフリカの航空会社なのかな？アフリキア航空はリビアの国営航空会社よ。尾翼に描かれた多くの球はどういう意味があるの？これはアフリカ連合が誕生した1999年9月9日に由来しているんだって。ちなみにブランドイメージが一新され、爽やかなブルーを基調としたものに変わったわ。これはこれでシンプルなかっこいいデザインだと思うぜ。さて、今回事故を起こしてしまったのはそんなアフリキア航空771便。前置きはほどほどにして、経過の確認から始めていくぜ。お願いします。事故が起こったのは、2010年5月12日のこと。アフリキア航空771便は、南アフリカ共和国のヨハネスブルグから、リビアのトリポリへのフライトだった。使用機材は A330-200。今回の動画では A330-300 を使用しているぜ。このフライトを担当したのは当時57歳の機長、彼には17,011時間の総飛行時間があった。対する副操縦士は当時42歳、彼には4216時間の総飛行時間があった。どちらも必要十分の経験を有していたんだね。彼ら2名に加え9名の客室乗務員と93名の乗客、合計104名の人たちが搭乗していた。771便は現地時間21時45分、ヨハネスブルグを離陸。操縦を担当していたのは副操縦士で、機長は操縦以外の業務を担当していた。離陸から巡航は至って順調で、高度4万フィートで目的地に向け飛行していた。巡航には問題がなかったのね。今回は離着陸時に事故が起こるパターンかしら。魔の11分と呼ばれるだけのことはあるな。巡航中に管制官から何度か目的地の天候が告げられたが、特に気象上の問題もなかった。具体的に言うと風は穏やかで視程は6キロ、天候は晴れだったのだという。若干視程は低下している気がするけど、特に問題にはならない程度だね。離陸から6時間が経過し、771便は高度9000フィートまで降下を開始。着陸は降下開始から30分後の、現地時間午前7時頃が見込まれていた。ほぼほぼ夜通しのフライトだったのね。乗員たちの疲労が心配だわ。降下開始から27分後には高度2000フィート弱を飛行、最終の着陸態勢に入っていた。トリポリ国際空港への侵入方式として、ロケーターアプローチが見込まれていた。ロケーターアプローチ？ロケーターアプローチというのは、いわゆる非精密侵入の一種だ。トリポリ国際空港のロケーターアプローチは、タンゴイスキー地点直上を方位087度で飛行。かつ高度1350フィートで通過し、3.3 度の角度で降下するというものだった。771便は空港から8マイルで右旋回を開始、滑走路に正対して飛行していた。やがてタンゴイスキー地点の通過高度である1350フィートに到達、タンゴイスキー地点を通過後に任意の降下格を指定する FPA モードを作動させようと考えていた。ふむ、そうすればチャート通り滑走路に向けて降下することができそうね。3マイルほど1350フィートで水平飛行した後トリポリタワーと交信を開始、ファイナルで霧が出始めているので着陸をなるべく急ぐようにとアドバイスがあった。霧か。少しずつ天候が悪くなってきているわね。そして管制官は滑走路が見えたら報告するように指示。間もなくタンゴイスキー地点に到達するであろうことが見込まれていたため、副操縦士は自動操縦の FPA モードを作動させて最終の降下を開始した。今のところ不安要素はほとんどないけれど、この先何かが起こるのね。副操縦士が FPA モードを作動させた頃、先着機から機長のファーストネームを呼んで、低い雲があるぞ、との連絡もあった。なんだか嫌な予感がしてきたわね。そして711便は高度1000フィートでタンゴイスキー地点を通過、空港に向けて降下を続けていた。高度1000フィート。タンゴイスキー地点を通過して10秒後に着陸許可が下り、最低降下高度の620フィートに到達。だが副操縦士は機長に見えますか、と問いかけていた。おそらく空港、または滑走路が見えるかを機長に問いかけたのね。雲や霧の影響で滑走路が見えていなかったのかな。さらに副操縦士は、ゴーアラウンドしますか、とも問いかけていた。
最低降下高度まで降下しても滑走路が見えない場合、侵入のやり直しを検討すべきね。しかし機長は侵入を続けることを宣言、副操縦士もこれに従って操縦を続けた。何事もなければ、この後1分足らずで着陸すると思われた。思われた。平穏な空気は、GPWS の警報音によって一変させられることになった。GPWS は大地接近警報装置といい、意図しない地表との接近を警告してくれるものね。高度490フィートに達した頃、GPWS が地面が近すぎる、胸の警報を発した。この警報が作動したら、すぐに降下から上昇に移る必要があるね。この警報を無視したために起こった事故も、数多く紹介してきたわね。機長は警報を受けて、すぐにゴーアラウンドする、とコールアウトした。あら、今回は警報に従ったのね。スラストレバーを都外地にセット、フラップやランディングギアも格納した。副操縦士はサイドスティックを引き、機体は降下から上昇に転じた。だが12度の機種上げを保ちながら200フィートほど上昇した後、一転して降下を開始。コックピットでは GPWS が再び作動していたが、姿勢の回復は間に合わなかった。ああ。まさかゴーアラウンドに失敗するなんて。それにしてもなぜ上昇から降下に転じてしまったのかしら。その理由は後で説明するぜ。ゴーアラウンドを決定してから約40秒後の、現地時間午前6時1分14秒。771便は空港近くの地面に衝突、その時の降下速度は毎分4400フィートに及んだ。かなり速い降下速度ね、機体への影響もかなり大きそうだわ。ああ、結果乗員乗客103名が犠牲となる事故となってしまった。あれ?搭乗者は104名だったから、一人の生存者がいたのかな?そう、助かったのは当時9歳のオランダ人の少年だった。オランダ人?というのも搭乗者の半分以上が、南アフリカで余暇を過ごすオランダ人だったのだそう。生存者の少年もそのうちの一人で、両親の結婚節目を祝う家族旅行からの帰路だった。そうなんだ、せっかくの旅行がまさかこんなことになってしまうなんて。両親と少年とその兄を合わせて、家族4人で771便に搭乗していたそうだ。でも助かったのは少年だけだった、彼の心中は筆舌に尽くしがたいわね。なぜ順調に飛行していたのに GPWS が作動したのか。そしてゴーアラウンドの後、副操縦士の操縦にどのような問題があったのか。そうね、重要になってくるのはこの2つのポイントね。アフリキア航空771便は、順調に南アフリカからリビアに向けて飛行していた。だが着陸寸前になって突如 GPWS が作動、地表への異常接近を警告した。副操縦士はサイドスティックを引いて上昇を試みたものの、一転して急降下。やがて激しく地表に衝突し、多くの犠牲者が出てしまった今回の事故。動画後半では先ほどの2つのポイントに分けて、事故原因を説明していこう。お願いします。それではこの事故を先ほど述べた、2つのポイントに分けて説明していくぜ。まず第一に、なぜ安定した侵入の中で GPWS が作動したのかという点ね。トリポリ国際空港のロケーターアプローチには、このようにしっかり手順が存在した。このチャートに従って飛行すれば、GPWS が作動するはずはないと思うけど。チャートではタンゴイスキー地点を高度1350フィートで通過するよう、定められていたのよね。でも771便がタンゴイスキー地点を通過したのが高度1000フィートだった。どうしてだろう。なかなかいい着眼点だな。771便はチャートに記載された高度を下回っていた。この図を見てくれ、これはロケーターアプローチの降下パスをイラストで表したものだ。本来であればタンゴイスキー地点を1350フィートで通過する必要があった。でも771便は何らかの理由で、高度1000フィートで通過してしまった。3.3 度の降下パスを維持すると、空港の手前で地表に到達してしまうことになるで。そう、降下開始が早すぎたため、定められた降下パスを下回って飛行していたんだ。なぜそんなに早く降下を始めてしまったのかしら。副操縦士が降下開始地点を誤って認識していた可能性が高いと考えられる。降下開始地点を誤ったって、どういう意味?フライトデータレコーダーの記録から、おそらく副操縦士はこう考えただろう。しばらくタンゴイスキー地点における規定高度の、1350フィートを保って飛行。そしてタンゴイスキー地点を通過後、FPA モードを使って定められた角度で降下しようと。FPA モードというのは、降下角を指定して降下する自動操縦モードだね。そうだとすると、副操縦士はタンゴイスキー地点に到達後に FPA モードを作動させたはずね。でも実際はタンゴウイスキー地点に到達する前に FPA モードで降下を開始した。なぜだろう。
彼はトリポリ国際空港の別チャートに記載されたこの表示を見て、空港から 5.2 マイルの位置に単語ウイスキー地点があると思い込んだ可能性が推測されているんだ。D5.2 という記載は、滑走路から 5.2 マイルの距離を示しているのではなくて、この記載はトリポリ VORDME から 5.2 マイルの距離だということを示しているんだ。空港からの距離ではなかったのか。実際に単語ウイスキー地点が存在したのは、滑走路端から 3.9 マイルの位置だった。しかし771便が降下を開始したのは、滑走路端から 5.2 マイルの位置。つまりトリポリ VORDME から 6.5 マイルの位置だったんだ。副操縦士は単語ウイスキー地点より 1.3 マイルも手前で降下を始めてしまったのね。機長は早すぎる降下に気づいていなかったのかな。副操縦士は FPA モードを作動させるとき、マイナス3度、さあ、と発していた。そしてちょうどその頃、先着機から天候に関する更新が入っていたんだ。無線更新に追われる機長の意識は、副操縦士の発言から逸れていた可能性が高いわね。さらにこの後自動操縦ユニットに5アラウンド後のコードをセットするなど、乗員たちは着陸を目前に控えて様々な準備にも追われていた。こうした慌ただしいコックピットの状況下で、まさか降下パスを下回って飛行しているとは思わなかっただろう。一度降下を始めると、本当にそれが正しいのかと疑うのはとても難しいことね。他にも副操縦士が降下開始を誤った要因として、短い着陸ブリーフィングも挙げられる。短いブリーフィング？というのも彼らはトリポリ国際空港の着陸に慣れており、この空港への着陸ブリーフィングはしばしば大幅に省略されていたのだという。もしブリーフィングで単語ウイスキー地点の位置をよく確認していれば、結果は変わったのかもね。さらに当時空港では天候が悪化しており、視程が低下していたことも考えられる。実際のところ、空港の天候はどんなだったの？当時の記録では、視程が7キロ程度あったとされている。だが先着機が低いところに雲があったと連絡してきたこと。さらに着陸寸前に副操縦士が機長に対して見えますかと尋ねていたことから、空港周辺の視程は記録よりも低下していた可能性が考えられる。しかも771便は空港の手前に向けて降下していた、そりゃ滑走路が見えてこないはずね。やがて最低降下高度に到達、空港が見えない中で彼らは侵入の継続を決定した。これもまずかったね。空港が見えないのならここで5アラウンドすべきだった。でも副操縦士は機長に5アラウンドしますかと尋ねていたわよね。そうだな、おそらく副操縦士には空港が見えていなかったのだろう。だが機長は侵入の継続を決定したことから、副操縦士は機長が滑走路を視認していると判断した可能性がある。機長が空港を視認しているのなら、大きな問題ではないと考えたかもしれないわね。最低降下高度を割り込んで数秒後、高度490フィートに達した時 GPWS が作動。機長はここで初めて5アラウンドを判断、副操縦士はそれに従って手順を開始した。だが771便は5アラウンドを開始したものの失敗、事故を起こしてしまった。次に説明するのは5アラウンドした後、どのような問題があったのかという点だ。第2のポイント、なぜ5アラウンド後に上昇から降下に転じたのかという点ね。機長は GPWS が作動してすぐに5アラウンドを宣言。副操縦士はサイドスティックを引いて再上昇を試みた。警報を無視するのではなくすぐに侵入をやり直した。ここまでは良かったね。だがフライトデータレコーダーの記録を解析した結果、驚くべきことが判明した。なんと副操縦士は上昇後、サイドスティックを前に倒していたことが分かった。サイドスティックを前に？緑色の線が副操縦士のサイドスティック操作をグラフ化したものだ。下が機首上げ、上が機首下げ方向に操作したことを示している。確かに2回サイドスティックを引いた後、次は継続的に押し続けているね。5アラウンドするのなら、サイドスティックを引く必要があるわよね。なぜサイドスティックを押してしまったのかな。彼は空間式失調に陥っていた可能性が高いとの指摘がある。空間式失調、悪天候などにより時期の姿勢が把握できなくなる現象のことだね。霧の中や目印のない夜間の海上を飛行しているとき、空間式失調に陥ることが多いわね。確かに、この時は霧が出始めて空港が視認できないなど、視程の低下が疑われるね。しかも事故が起こったのは、日の出を10分前に控えた頃だった。明け方の薄暗い時間帯でなおかつ霧による視界不良、着陸には悪い条件ね。だが副操縦士が操縦桿を押すという行動に出たのは、これだけが理由ではなかった。他の要因として、事故前月に起こったある出来事が影響したと考えられている。ある出来事？それが起こったのは、4月28日のことだった。
771便の機長と副操縦士が同じ組み合わせで、同じくトリポリ国際空港へのロケーターアプローチを試みていた。この時もタンゴイスキー地点を規定より低い高度で通過、GPWS が作動しゴーアラウンドを実施した。今回の事故と同じような出来事が起こっていたのか。この時も速やかにゴーアラウンドしたが、機種上げの後に機種下げ入力をしており飛行が不安定だった。この時は幸い体勢の回復に成功し、この後空港に無事着陸した。似た出来事が起こっていたのは分かったわ。それと今回の出来事とどのような関係が ?4 月28日の出来事では、速度超過警報が作動していたんだ。速度超過警報?フラップを展開しているのに最大推力を適用したため制限速度を超過、警報が作動した。副操縦士はこの出来事を覚えており、速度超過警報を作動させないように注意したものと推測された。なるほど。副操縦士の意識は高度ではなく、速度に傾いていたということだね。さらに速度超過領域には、このように赤色の目立つ帯が表示される仕様だった。彼は速度計に注目するあまり、サイドスティック操作や高度計や姿勢指示器から意識が逸れていた。推測の域を出ないけど降下に転じた理由としては納得できるわね。さらに推力増大に伴って、強い加速感を覚えたことも要因になったとの指摘もある。ふむ、不適切な操縦操作を行った理由についてはなんとなくわかったよ。さらにフライトデータレコーダーには、もう一つ驚くべき情報が記録されていたんだ。一体どんな情報?なんと副操縦士だけではなく、機長もサイドスティックを押していたことがわかった。機長も機種下げ操作をしていたのか。機長はゴーアラウンド後に、スピード、と注意を促していた。つまり機長も副操縦士と同じく高度ではなく速度に注意が傾いていたと推測される。なるほど、機長も計器の監視が不十分で PM としての役割を果たせていなかったのね。だが副操縦士は機種下げ操作後、自らの誤りに気がついた。副操縦士がサイドスティックを引き、上昇を試みた痕跡が残っていたんだ。でも771便が上昇に転じることはなかった。それはなぜだろう。まさか機長はサイドスティックを押し続けていた?そう、この時機長と副操縦士は同時に操縦操作を行うデュアルインプットを起こした。エアバス機はサイドスティックを採用している関係上、デュアルインプットが起こることがあったんだよね。つまり副操縦士はサイドスティックを引いていた、機長は逆に押していたと。本来であれば操縦操作が重複した時には、デュアルインプット警報が作動するはずだった。操縦の重複を知らせてくれる警報が備わっていたのね。だが当初は機長の入力が小さく、この警報が作動するほどのものではなかった。その後機長の入力が大きくなったため、デュアルインプット警報が作動。音声を発して重複を知らせたが、同時になった GPWS の警報音にかき消されてしまった。よって機長、副操縦士ともにデュアルインプット状態であることに気づかなかった。デュアルインプットが起こった時、どちらの操縦操作が優先されるの?サイドスティックについている、優先ボタンを押した方の操作が優先されるんだ。副操縦士は優先ボタンを押さず、サイドスティックを引いていた。操縦を担当していたのは副操縦士、優先ボタンを押さないのは当然ね。だが機長は優先ボタンを押した上で、機種下げ操作をしてしまった。どちらが操縦するのか不明確な状態はよろしくないわね。本来であれば操縦を交代する際、UHAB、IHAB と声かけをする必要があったね。でもその声かけは行われず、どちらが操縦するのか曖昧な状態になっていたわね。ああ、機長は優先ボタンを押した時何も声をかけなかった。副操縦士の立場からすると、なぜ自分のサイドスティック操作が効かないのか不思議に思ったでしょうね。つまり混乱のあまり操縦の重複が発生、これが急降下の原因になったんだね。さらに先ほど話した前月の出来事で、7回ものデュアルインプットが記録されていた。会社の中で操縦者が明確化されていない状態が、慣例化していた可能性も高いわね。やがて急降下に伴って GPWS が作動、両者がサイドスティックを引いたが遅すぎた。771便には高度の余裕がほとんど残されておらず、やがて高速で地面に衝突してしまった。不可解にも見える操縦操作の裏には、こんなにたくさんの要因があったんだね。以上のことからこの事故は主にパイロットエラーによるものだと結論付けられ、アフリキア航空にはクルーリソースマネジメント訓練及び空間識失調に関する訓練を実施するよう勧告された。これがアフリキア航空771便墜落事故の概要だ。一人でも助かったのは良かったけど、生き残った少年の心中は、このような悲惨な事故が二度と起こらないよう祈るばかりだね。それじゃあ、ゆっくり空港紹介のコーナー。今回紹介するのはウラジオストク国際空港よ。ウラジオストクといえば日本に近いロシアの都市だよな。どうしてまたこの空港なんだ?気分ね。
結構適当に決めているんだね。ウラジオストクはロシアの極東地方でも有数の都市だけど、日本との関わりも深い都市なのよ。日本と近いことから観光地としても注目を集めており、コロナ禍前はこの地を訪れる日本人観光客も増えていたんだとか。おう、ウラジオストクってどんな街なんだ？ウラジオストクは軍港が有名で、ロシア海軍の太平洋艦隊が拠点としたそうよ。軍港か。日本でいう横須賀や呉みたいなイメージなのかな。現在はさらに貿易港としての役割も担っており、世界各国から船舶がやってくるんだって。そんなウラジオストク郊外にあるのが、今回紹介するウラジオストク国際空港。この空港には4本の滑走路があり、うち2本が3500メートルの長さを有しているわ。4本も滑走路があるのか、なかなか立派な空港だ。でも実際運用されているのはそのうち1本だけみたい、長い方の滑走路は現在閉鎖中よ。短い方の滑走路も現在は使われている様子はないみたいね。一本の滑走路で間に合うんだろうか。ウラジオストクにはどのようにして行くことができるの？以前は日本航空や全日空により直行便があったみたいなんだけど。ああ、今は運休しているんだろうか。どうやらそのようね。ホームページで検索してみたけど見つからなかったわ。じゃあ直行便は存在しないのか。いえ、成田空港から S7 航空により直行便が就航しているわよ。おお、なかなか目立つ色の機体だな。本当ね、成田空港で運が良ければ目にすることができるかもしれないわ。ちなみにウラジオストクまでは所要時間1時間半程度みたい。ロシアって遠い国のイメージを持っていたんだけど、その近さに驚いたわ。確かに、沖縄よりもロシアに行く方が近いんだね。それじゃあ今回の動画はここまで。ご視聴、ありがとうございました。どこまでも青い空飛んでゆく。